最後のボストンの遠征たりから、うんまあ、僕の中で感じていたことがあって、まあ、表現していることがあるんですけれどもそれが見えている状態とそれが全く見えずにシーズンが終わった状態とではそれこそ今球場に行って動かしている気分が違うんですよね。それは最終的に出た結果数字ではなくてその感触ですよね手応え。 っていうのがあるのかないのかによってその先まあ、未来の過ごし方っていうか気持ちが違うのでまあ、それはま救いではありましたよね、うん、いやあのね僕にしかない技術っていうのが存在するんですよ、まあ、僕にしかではないかもしれないですけどまあ、人ができないことを明らかに僕は持っているんですよ技術的にそれを殺しながらやっていたのが2013年のシーズン。 なんで,すけどもでもやっぱり自分の持っている最大のまあ技術というものを一番に考えるそれを生かすそれを失ってしまったらただ平凡になってしまうっていうことがはっきりと分かったので今その一郎さんしかできない技術ってなかなか言葉で言えないかもしれないです言葉で言えますよ。 ただここで表現するのはダサいなっていう感じはちょっとするかなって思うかな。じゃ来年はんかそれを取り戻すというか取り戻すというかまああの継続してやるんですけどその後半のものをまあそれがどういう形になるかはもちろん分からないですけどそれはだから進むというよりはそうですね確かに、まあ まあ戻ってるっていう感じに近いのかもしれないですね。うん、あの今までまあ四千本、四千二十なのかなトータルでいうとその中で、えー、まあいいこと気持ちのいいこともたくさんあったんですよね。でももっとはるかにたくさんのそのしんどいことというか。 気持ちがこう、うんまあ、苦しいと感じることっていうのがたくさんあったんですけどあのまだねやれることがたくさんあるというよりはまだね苦しみが足りないっていうかそんな感じなんですよ。うん、だかららそれが十分になったら <laughs> やめようかなと思いますけどね <laughs> 苦しみが十分になったね <laughs> 何かを達成したからあのもうやめるとかっていうのはなんか難易度ないような気がしますねうん苦しみが十分でないっていう感じがするまだまだ苦しめるうん気がしますね そこをま,あまだ苦しめるということはまあやれると思っていることもたくさんあるということなんですけどねそんな気がしますね。